四季報クリニックにさまざまなポジションで携わっていただいている先生方と星名博先生を囲み、第1回から今まで、そしてこれからの星名博四季報クリニックについて深く深くお話をしていきたいと思います。今までご参加いただいてない方もご安心ください。今回の対談をお聞きいただければ、次回の四季報クリニックにご参加いただく際には経験者の皆さんと同じように楽しみながら学んでいただけると思います。今回の進行は私ユーフォニアム奏者小久保舞が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速先生方をご紹介いたします。星名博四季報クリニック講師、星名博先生、よろしくお願いします。第1回目からご参加いただき、今は私たちと一緒にサポートスタッフとしてご協力いただいています、天かす博一さん、よろしくお願いします。星名博四季報クリニックで星名先生の補佐をしていただきながら完璧なタイム管理をしてくださっている武田明先生、こんにちは、よろしくお願いします。四季報クリニックを聴講生として参加してくださっている作曲家の羽賀隆さん、よろしくお願いします。4名の先生方よりさまざまな角度からのお話をお聞きしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは対談を始めさせていただく、まずその前に天かすさん、はい、第2回ワルシャワ国際吹奏楽指揮者コンクールにおいて第1位、そしてオーケストラ特別賞受賞、おめでとうございます。すごい、素晴らしい。もうこの指揮法クリニックに参加したからこの受賞があったと言っても過言ではないですよね。おっしゃる通りです。さすがです。この第1回からこれまでの指揮法の話もしていただきながら、ぜひ、この、ね、受賞の話もいきたいところなんですが、星名先生、この指揮法クリニック開催の動機と、なぜ2日間という時間をこう設けて開催することになったのかというお話をちょっとお聞かせいただけますか。実は私バンドクリニック、今は浜松で開催されているバンドクリニックを根室の里でやってる時代から50年間以上かずっと参加して、その中でいろいろな講座を担当してまいりました。でその中でいろいろ吹奏楽の指導に関するいろんな話をしてたんですが、その元になるのが実は私岡山大学のオーケストラを50年以上教えてます。それから兵庫教育大学の吹奏楽部を20年ぐらい教えてます。でその中でいろいろ音楽に対する考え方とか自分の作曲に対する考えみたいなことでいろいろ感じうるとこがあって、それをぜひ皆さんにもお伝えしたい。ところがバンドクリニックではもう時間制限があって、いつでもその思っての半分も言えないで終わっちゃうんですね。でそういうことでもっとじっくりできるような講習会みたいなのが開催できたらなと思って、この講習会をやりつくことになりました。でそんなわけで私はプロの指揮者ではないんですけども、アマチュアのオーケストラとか吹奏楽を指導する経験は相当長い。でその中で自分で得たいろんなノウハウみたいなことを何とかの形で皆さんに還元したいなというつもりでこの講習会を始めるわけです。ありがとうございます。そうですよね、星名先生といえばもう本当に白熱する講習と
時間通りになかなか行かないというのが先生といえばという感じなんですが、その熱い思いをやっぱこの四季報クリニック、いつも時間で切られてしまう星名先生の熱い思いがバッチリもう堪能できるのがこの星名博四季報クリニックかなと思います。でこの四季報クリニック第1回開催されたのは2017年ということなんですけど、その第1回の思い出をぜひ天勝先生と星名先生でちょっとお話しいただけたらなと思うんですが、よろしいですかね。天勝先生、確か会場はすごいこう合宿場みたいな話だったという噂を聞いているんですけれども、サバイバル合宿第1回は、みんなで寝食を共にしまして、夜遅くまで、先生を囲みながらその日行われた講習レッスンを全部ビデオで振り返りながら、もう一度先生からご指導かっこダメ出しをいただくという特別なもので、私、星名先生とずいぶん前からいろんなところでご指導いただいてるんですけれども、のであまり夜遅くになってはいけないという、若干タイムキーパー的な要素も務めさせていただいたんですが、この調子では明日になっても終わらないなと心配になっていたところ、こちら突然夜停電がバチョンとなりまして強制終了できたという思い出なのかどうか分かりませんが、暖房が効かずすごい寒かったり楽しい思い出です。内容触れてないけど大丈夫ですか？大丈夫です。その中の停電のお話はね、もう第1回から参加してた方の、本当にあったんだと。私もちょっと第1回の時のお話は参加してないので分からないんですが、本当に起きたことなんだなと先生詳細お願いします、誰かがね電柱にぶつか車をぶつけて電柱の電線が切れちゃったんですよ。それで停電になったっていう、ハプニングがあって、懐かしい思い出です、でもその内容も素晴らしかったです。そこだけじゃなくて、やっぱりこう一日ちゃんと四季報クリニックをされた後もやっぱ星名先生はまだ話し足りないと言って夜もう話が続いて、その電柱でぶつかってくれないともう先生は寝ずにまた次の日も四季報クリニックしていたのではないかという、そこが言いたいところです。そうです。いくら時間があっても学び足りないぐらいの学びがあるぞというエピソードです。停電の話だけで済まさないでください。よろしくお願いします。じゃあ そうですね、じゃあぜひ星名先生にこの四季報クリニックもう何を伝えたくて始めた、その伝えきれない、いつも時間が足りないって、この対談だけでね足りないんですけれども、ちょっとこう抜粋してこう伝えたいことをお話しいただけると、一つは私いろいろやるコンクールの審査員を随分、全国大会の審査も含めて随分やらされてやってきまして、その中でいろいろ現場の先生方の指揮というものをいろいろ拝見してるんですね。もちろんすごく素晴らしい指揮される方もいらっしゃるけれども、いろいろ問題のある方もそういっちゃうと。それで実はやっぱり先生方が学んでくれないと子どもたちがかわいそうというか、もっと子どもたち本当に一生懸命やってるのにそれを引き出せるその力っていうか、もちょっとなんかアドバイスすればそういうことが治るんじゃないかなっていうようなことは随分感じたもんですから、で最初見てて、私は最初に申し上げたように、私はプロの指揮者ではないですけれども、その自分自身が実は指揮を自分の指揮を初めてビデオで見たときに、もう穴が死んじゃいたいと思うくらい恥ずかしかったっていうか、もう今まで何をしてたんだろうっていう気分がありまして、やっぱり指揮者っていうのは見えないんですね、自分が。だからその自分をちゃんと客観的に見るチャンスっていうか方法っていうのを伝えることができればな。でそれと四季報っていうものの考え方も特にアマチュアの その子どもたち
を指導するた時にかんちょっと気をつけることみたいなことを僕なりにいろいろ経験してきたので、そういうことをまあぜひあの伝えたいなということがまあこの講習会のきっかけですね、はい、ありがとうございます。ではあの第3回から、聴講生としてご参加いただいて、第4回の時はタイムキーパーをしてくださった武田先生にもうちょっとお話をお聞きしたいんですけど、こう要そうですね、聴講されててこう参加者の皆さんがこう上達していく様子とか、その星名先生のその思いがこうどのように伝わっていくかっていう様子などをお聞かせいただけたらなと思うんですけど。そうですね、このクリニックには指揮のね、本当に初心者から、それからある程度専門的に勉強した人まで参加してるんですよ。でその初心者の人からそのある程度勉強した人まで、みんながためになるいうクリニックだなっていうのを最初に、聴講させていただいた時に感じました。で、まあ、その初心者っていうと、例えばこの指揮法っていう技法もまだあんまり完璧には身についてないわけですよね。でもそれでも非常に得られるものが多いっていうのは、星名先生のそのクリニックが指揮法っていう技法を教えるクリニックじゃなくて、やっぱり音楽を教えるクリニックになってるからなんですよね。だからやっぱり音楽が先にあって、それを伝えるために技法が必要なので、非常に順番としては真っ当な順番なんですよ。ですからそこに非常に私は感銘を受けましたね。音楽に伴って技法だけじゃないというそのお話も本当にありがとうございます。天川さん、お聞きしたいんですが、今回の、ね、受賞もありますが、その指揮法クリニックで得たこの経験とか、こう それこそ星名先生から授かったこう音楽に基づいたその指揮法の技術っていうものが実際こう現場で役に立ったなということとか、今回の指揮法 そうですね、コンクールでもこれは通用したなみたいなことってありますかね。とにかく星名先生のこう愛みたいなものがすごく大きくて、まあそのご参加された方は皆さんお分かりだと思いますし、これからご参加予定の方もすぐ分かることなんですが、その会場はもう星名先生の本当に、舞ちゃんも来たことありますもんね、ロビーも客席も含めて愛にあふれてて、星名先生のご家族の愛もいっぱいあったり、音楽に対する愛、それからそのプレイヤーさん、音を出してくださるプレイヤーに対する愛情っていうのがものすごくて、その授業なんですけれども、指揮の、そう、今武田先生おっしゃったように音楽の勉強する場なんだけれども、教わってることっていうのはすごく愛をいただいてるみたいな感じで、うん、先生がその音を出すこと、演奏することに対する、音楽に対する愛もすごく大きいんだけれども、そこにいる人、音を出す人、先ほどの先生のお言葉を借りるとアマチュアの子どもたちもそれには含まれると思うんですけど、すごくその愛にあふれた場で、最終日の最後にみんなでふるさとを、ね、やるんですけど、僕何回も参加させてもらってますけど、必ずもう本当にちゃんと感動できるっていうか、毎回違う感動があって、もう帰りのバスの時間とかなくて、みんなひいひい言いながらの時間なんですけれども、それでも感動できる、舞ちゃんの質問の答えになってないんですけど、すごい愛をいただける場所だなと思って、それは先生のところから帰った後に実践で生かしたいなとすごい思うようになりました。以上です。ありがとうございます。そうなんですよね、もう本当に星名浩司先生のお名前を聞くと、もう超巨匠の先生なので、なんか私なんかが、僕なんかがって思う方、そんな風に思わないでくださいもう本当に天川先生がさっきおっしゃったように、もう本当に愛に包まれて、私も、ね、2回前かなに参加したんですけど、こんな新参者でも温かく迎えてくれて、あっという間に家族のように、はい、いやいや、さしてくれましたね、皆さんが。朝から晩まで深夜までもう本当にこの星名ワールド
ならではだなと思いますので、どんどんご参加いただけたらなと思いますが、私もまだまだ星田博士先生の色彩クリニック初心者なんですけど、昨年初めて聴講生として参加した羽賀隆さん、ちょっとお話聞かせていただきたいんですが、客観的に羽賀さんがあのクリニックを見てみてどのような印象を受けられましたかね。はい、僕は、紹介いただいたように昨年、聴講させていただいたんですが、僕が一番感じたことというのは、楽譜が、楽譜は生き物なんだということを、星名先生は、ひたすら問い続けていたという印象がありまして、というのは、楽譜というのは、基本的には、音高とリズムとあのその他っていうデジタルなパラメータしか書いてないものだと思うんですけども、それを演奏するときっていうのは基本的にはこう今までの慣習的なものだったり、聞いてきてとかレッスンとか受けたものが、こういうものはこうだよねっていう、習慣的なものでしか、捉えられてなかったんですけど、星名先生の、講習会というのはその楽譜というデジタルなものからどう、こう例えば重心であったり、重心の音は何であったりとか、こういう音の動きがあるから、こういうふうにエネルギーが動いていくといったようなことを、デジタルなものを、理論どういう理論で、音楽的にしていくか、楽譜というものをどう生き物にしていくかというものに非常にこだわった、講座をされているので、とても何て言うんでしょうね、皆さんおっしゃっていただきました音楽的というのに、理論の裏付けがあるという、印象がありました。素晴らしい作曲家目線でお話しいただきました、ありがとうございます。もうせっかくなので星名先生にちょっと指揮者の役割についてお話しいただけたらなと思います。この講習会を通じて私がぜひ皆さんにお伝えしたいということは、実は演奏するのは楽譜を使って演奏するんですけども、その皆さん当然のことなんですけど、楽譜を忠実に演奏音を出すという、これは演奏の基礎ではあるんですけども、実はそうすることではなくて、実は楽譜っていうのは作曲者からプレイヤーに対する手紙だと私は思ってるんですね。でその手紙を演奏者っていうのは自分で演奏して今度はお客さんに伝える、その手紙の内容を読んで聞かせるっていうかっていうのが演奏だと思う。で、その一番中心になるのが指揮者ですよね。ですから指揮者っていうのはその楽譜をどういうふうに読んで、それをプレイヤーにどう伝えて音としてどう表現するかっていう、その基本的な役割になると思うんですけども、その楽譜通りに演奏するっていうことと楽譜を読むっていうのは実は近いようで相当距離があるんですね。で楽譜っていうのは言ってみれば一つずつの音符はただの記号なんですよ。アルファベットの ABC とかイロハニホエトアイウェオという言葉の一つずつの文字でしかない、一つずつは何の意味も持ってないわけです。 でもそれがいくつか組み合わさると単語になって文章になって音楽になっていくわけですね。ですから指揮者というのはその音をただ再現するだけじゃなくて、その記号というそのデジタルなものを言葉としてまとめてその意味を伝えるという役割があるんですね。例えばダイナムシス、フォルテとかピアノどう書いてあるかということは結構皆さんこだわるんですよ。でも作曲家音符っていうのは実はバロックの曲なんかほとんどダイナミクスで書いてないんです。でも演奏といい演奏っていうのは何にも書いてなくてもちゃんとそのダイナミクスのコントロールができていて、
自然に言葉としてなっている。言い換えれば楽譜っていうものはちゃんとそういう 音を言葉として伝える機能を持ってるんですね。ですからただ書いてある通りに音を出すではなくて、どういう言葉が書いてあるかっていうことをちゃんと理解した上で演奏しないと音楽にならないっていうことを、もうクンクーなんか聞いてるとそこに通説に感じるんですね。で、それは僕はもう専門は作曲ですから、自分が書いた曲を演奏してもらった時に、その素晴らしい演奏があるんです。浜君は作曲家ですけども、作曲家ってね、僕いろんな考え方があると思うんですけど、自分が書いたと思った通りに演奏してもらうのがいいかと思うと、実はそうではないんです。僕はそうではない。それは 僕が思った通りに演奏してもらった演奏というのは、僕にとっては何の新鮮味もないんですよ。当たり前のことなんです。それはそうじゃなくて、自分が曲って子供みたいなもんで、自分の子供がずっと成長していくときに、その自分が思ってもみなかった側面一面を演奏がしてくれる、自分が考えてみたってもいなかったような表現をしてくれる演奏、それの方がよっぽど嬉しいっていうか楽しい。で、ですから曲を作ってる方からすると、その育てるのは演奏家なんですね。演奏家がいろんな表現の、その曲をいろんな表現することによって、その曲がどんどん育っていって、いろんな可能性を生み出している。楽譜を使って一緒に音楽をする共同制作者みたいな、でそれだけ そのプライドと、これだったら責任を持って演奏してほしいなっていう気がするもん。特にそれは音を出す演奏家もそうですけど、それをまとめる指揮者っていうのはその一番大切な役割のようになっているので、それを伝えたいっていうのが、まあこの講習会の中で一番自分が言いたいことですかね。ありがとうございます。すいません、星野先生、もうちょっと続けてもう一つ、その次回の第5回のクリニック、参加しようかな、どうしようかなって迷っている方や、これまで参加してくださっている方に何かこう一言というかメッセージみたいのをちょっとお伝えいただけたらなと思うのですが。指揮者ってどうも音楽以前にそのバトンテクニック、いわゆる技術的なこともあるわけですね。そうは言ってもやっぱり技術に自信がないっていう方もいらっしゃるかもしれない。で、さっきちょっと言いましたけど、僕は初めて自分の指揮をビデオ捉えて見た時に、本当にもう鼻の穴入りたいもんじゃなくて、本当に死んじゃいと思ってくらい恥ずかしかったです。で、じゃあどうしようかって言ったら、その頃は僕大学の教授だったんですね。で、今更誰かに指揮を習うってわけにもいかないので、結局指揮を見て自分の指揮って、ああ、あそこが嫌だ、あそこが嫌だ、今そういうのがいっぱいあるわけですけど、そう、自分が嫌だと思うことをやらないようにしたんです。だからその指揮者っていうのはよく言われるんですけど、一番ね、個人差がある、提携はない、指揮法の提携ってないんです。どういう指揮が一番いいかなっていうのは誰も言えない。やり方はいろいろあると思うんです。ですから指揮士、学校の先生方に対して僕はよく言うのは、まず自分のビデオを見て自分が嫌だと思ったからやらない。それで自分がかっこいいんだと思うような指揮をとればいいんです。人が何と言おうとも自分が見て、この俺の指揮がかっこいいなと思うためにはどうしたらいいかって言ったら、自分がやってて結構あれは、あの指揮は見たくないと思うところを極力やらないようにする。で、まあ、一言で言えば指揮法の先生って僕はビデオだと思ってますっていうか、鏡っていうか、自分の指揮をしている姿を見て、それをそこから直していくっていうか、
っていうのが僕が一番いいと思ってます。でそのためにこの指揮法は必ずビデオを撮ってそれを目の前にこう大きい画面で見て見ながら指揮をするっていうそういうあのやり方をこれやってるのはそういうわけですね。武田先生にもお聞きしたいんですけれども武田先生は第3回からのご参加ということですがもう武田先生ももうすごく実績のあるもう自衛隊の隊長として、もうずっと指揮をされているそんな方が指揮法クリニックを受けて勉強しようと思ったこのきっかけや受けてみてのお話ぜひお聞かせいただけたらなと思います。先生のクリニックを受けていて一番印象に残った言葉がいくつかあるんですけどその中の一つがですね、私メモしてるんですけどテンポを指示し続けるとスピードの緩急を指示できないっていうのがあるんですよね。これはDVD の中でも登場するのでご覧になればわかると思うんですけどもう一度言いますがテンポを指示し続けるとスピードの緩急を提示できない。でこのスピードの緩急っていうのは、まあ、専門的な言葉で言うとアゴーギクとかフレージングということになりますよね。また先生がよく言われることにその音にはその強弱音量が変化したり音の高さが変化するんですけどその時に必ずテンポは揺れるんだという原則をよく言われるんですよ。でそこがですね一般的な指揮法で私も指揮法を授業で教えてるんですけども最初にその図形を教えてしまうと一定のテンポで振ることばかりを考えてしまう、ですからここはさっき最初にもちょっと言いましたけど順番の違いって言いますかね最初に音楽のこの流れを頭の中にそのイメージがあってそれを伝えるための技法であるべきなんですけども最初に技法を学んでしまうとそのテンポが一定になってしまうということですね。そこをすごく先生が言われているのが印象的で、うん、私も自分で反省しながらいろいろ考えてやっているところですね。僕武田さん隊長にすごく言えたら本当に嬉しいっていうかあれなんですけども一言言いますと音ってエネルギーですね。音の空気を振動浸透ですから。ですからね、音の長さとか音って音符は長いか短いかと高いか低いかなんです。それしか書けないですね。で、同じ音だったら、例えば金管楽器のプレイヤーは同じ音だったら息のスピードとかなんとかそういう僕は専門的な奏法のことは分からないけども。同じだと思うんです。でも音が変わったら絶対アンプ車が変わったり息のスピードが変わったりするはずなんですね。そうしないと音が、うん、言い換えれば音の高さと長さが変わったら必ずエネルギーは変わってるんです。その変わってるのを作曲家は意図してそれを変えてほしいからやってるんです。そうするとテンポって今隊長が言ったように絶対インテンポより微妙に揺らぐんですよ。テンポって揺らぐもんですね。スピードそれがスピードがあって緩んでそういうものを繰り返しながら微妙に揺らぐ、メトロノームに合わせて演奏するとすんごく演奏しにくいっていうことを経験することがあると思うんですよ。それはそういう揺らぎっていうものの感覚がそのあるからそれに合わないからテンポがどんどん行っちゃうとそれに対してもうついていけないみたいなことが出る。だからテンポって音楽進行の感性だと思ってます。物理でいう一定のスピードでいくこれは絶対あるんだけどもでももう一つ必ずエネルギーは揺らぐんですね。揺らげればテンポも揺らぐでそれを指揮っていうのは どのくらいコントロールできるかっていうかっていうことそれを式はテンポ通り樹形を振るんだっていう発想でいくとなかなかそこを打ち破れないから順番が違うっていうのがその通りだと思いますね。僕はよく子供たちの原因ですが同じ音だったり音が変わってるっていうのはもう違うんだよ。高さが変わる長さが変わるっていうのはもう
違うことを望んで曲作曲家が望んでるから音を変えてるわけだから、それを同じスピードで同じテンポでやったらそれ音楽にならないですよね。でそういうようなことを、まあ、僕はあの子供たちずっと教えてる間にそういうことをいっぱい体験しましたんで、そういうことをこれ曲を書くときにすごく僕はその経験の方が参考になったっていうか、だから曲を書くときにする演奏されることを意図しておかないと自分と勝手に書いても一人旅館になっちゃうんでね。そういう意味ではあのすごくいい経験、子供たちを教えててすごいいい経験をいろいろしたなと思ってます。ありがとうございます。そうです、あの星名博士指揮法クリニックといえば表紙振り禁止というあの名物があります。あのはい、シールがステッカーが用意されてますので次回ご参加の際には必ずお求めくださいあと棒先10センチとかいろいろこう名言もたくさんありますのでぜひ DVD で予習していただければなと思います。それでは同じ質問というか天笠先生にもぜひ、天笠さんももうバンドディレクターとしてもうとても実績がある中で2017年ご参加されて、そしてずっとご参加いただいてますが、その、まあ、きっかけというか参加しようと思ったきっかけやその後この思いなどちょっとお聞かせいただけたらなと思います。もう対談というよりすっかり講習レッスンみたいなあの星名先生と武田先生2人集まっちゃうとですね、はい、そうですね、ピリッとすっかりピリッと授業になるんですけれども、はいはい、ちょっと違った角度から緩めていただいてありがとうございます、はい、2、3に緩めて、もう、はい、僕単純に星名先生が大好きだからあの参加させていただいてるに尽きるんですけれども、はい、真冬のニューヨークをご一緒させていただいたり、うん、夏のヨーロッパもご一緒させていただいたり、その、まあ、先生の魔法のような魔法使いのような指揮音楽の魅力はもちろんそれはもう皆さんご存知だと思うんですけど、お人柄がやっぱり、うん、コーヒーを飲む時の星名先生とか夜ちょっとお酒の席のお食事する時の星名先生とか、もう本当に言葉を選ばなくちゃいけないんですけれどもお茶目っていう言葉ぐらいは先生大丈夫です。あの茶目っ気がすごくおありでいらっしゃいますし、すごくお元気で、あの音楽以外の人間のパワーっていうか、先ほどあの愛っていう言葉でお話ししましたけど、その先生のパワーを浴びるだけでもすごく得られるものが多いと思いますし、今先生方のお話のようなアカデミックな部分も十分得られますし、ネムの里を覚えてらっしゃる方だと、あの指揮法クリニックやる会場の周りは割と近いあの自然あふれるのどかな環境ですし、ぜひたくさんの皆さんと一緒にこれからも勉強していきたいなと思ってます。失礼します。ありがとうございます。それでは星名博士先生の孫弟子にもあたる、羽賀隆さんにこれからこう今度指揮法クリニックに参加しようって思っている方に星名先生の魅力をお伝えいただけたらなと思います。はい、まあ、僕はご紹介いただいたように星名先生の孫弟子、作曲の僕の作曲の先生のさらに先生でいらっしゃって、まあ、私からしたらですね、もう神様なわけですよ。作曲吹奏楽の神様星名博士なんですが、いざこう講習会に参加させていただいて、あの近くでお話しさせていただくと本当に何て言いますか、愛にあふれていると言いますか、あのこんな若造でもですね、あの一生懸命こうあの自分の全てを君にあげてもいいっていう風な、あの出し惜しみしない自分が得てきた何十年も得てきて、培っていた技術や知識などをもう全部若い人たちに惜しみなくあげるっていう愛が素晴らしくて、なので、僕なんかが参加していいのかなっていうふうに本当に思っていたんですけども、もしそうやって少しでも僕みたいに、まあ、自信がなかったり尻込みしている方がいたとしたら、そんな方でも一歩踏み出せばどんな人でも受け入れてくれるというのが、星名先生ですので、ぜひ指揮者講習会次回参加していただけたらその魅力が十分に味わえるのではないかなと思います。
ありがとうございます。もう皆さんおっしゃってますけど、もうこの四季報クリニック、星名博四季報クリニックの素晴らしさはもうアットホームであることですよね。もう本当にみんななんか肩の荷を下ろしたり、もう本当にもう心を全部こうオープンにして、こうもう本当に学ぶ姿勢と星名博先生の愛に包まれて、もう楽しい2日間ですよね。皆さんもう1回でもご参加すると、もうまた会いたいっていう感じだし、また集まったら同窓会みたいに毎年ね、最初の30分大盛り上がりですからね。なのでぜひとも星名博四季報クリニック、次回お楽しみいただければなと思います。それでは最後に、この対談を見てくださっている皆様へ、星名博先生に締めのお言葉を、いただけたらなと思います。まず音楽って本当に楽しい、素晴らしいなっていうことですね。みんな僕アマチュアでも、アマチュアでだからこそ音楽を感じる感性っていうか、そう、場合によったらプロ以上にあるんだよね。仕事じゃなくて音楽をずっと楽しんでやる。でその音楽の楽しさっていうものが凝縮できるのが好きだと思ってます。自分で音楽を作って、自分でその子供たちを育てて、そう、でそういう講習、そういうようなことに少しでもなんか力になれたらいいなというのが、この僕にまだ思いですね。で、くといようですけど、の式以前にやっぱり音楽があるんですよね。ですから、その音楽をどういうふうに相手にこう伝えるかっていうことのノウハウが僕がやりたい指揮法の中身ですね。その項目を挙げればキリがないんですけども、もう一言で言えばどうやって音楽をするかだと思います、ね、ありがとうございます。もう心に刻んで帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。